ちゃんと力は戻ってるみてえだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。スーパールフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。え、アディオはお前の仲間だろ。仲間、アディオが。わからないけど、もしそうなら嬉しい。イム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ、ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ、うん、友達か。朝飯作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら。なんだそのキノコ。でも、あんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが、確かにうまくもねえ。そういや、サンジはどこ行った。飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端、飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが、面白そうだ。俺たちも行こう。ん、あの洞窟どこにあるんだっけ。忘れたんなら、アディオに聞きゃいいんじゃねえか。すぐそこにいるんだしよ。ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。それにしても
フランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしねえかな。チョッパーは研究熱心ね。いた、サンジ君よ。来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でもコーラなんか作ってどうすんだ。みんなで飲むのか。なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。数で攻めようってのか。俺が相手だ。もっと待てルフィ。俺は強いやつに会えない病なんだ。スーパー俺が、わ、いっちゃやってやるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。準備 OK だ。
三等1080ポンド。やってやろうぜ。必殺ミドルドクロ爆発だ。やったなルフィ。ああ、俺たちの。最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。あった。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、てめえはそんなもんだろ。なんか言ったか、ヘボコック。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。なんか言ったか、ヘボコック。あら、何かあるわね。よし、仕込みは終わった。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ、夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では、私待ってますので。次はあっちに行ってみよう。どこまでも楽しまーす。あ、どうした、ブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるの、ブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。
いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。いや、もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあな。だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。待ってさて、この辺りだと思いますが。こりゃなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。って私結局骸骨のままなんですけど。よかったわねブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構でイカズチの巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な？話を聞きやがれ。え？何？あ、私の体。なん？私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。俺が。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺ミドドクロ爆発像。昔はもっと嘘をぶちかま、今や目指すわ世界一の大剣。怪物と呼ばれようと、やったブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック。ブルックのやつ、どこに行った。あ、この野郎、いきなり降ってきやがった。どうするのルフィ、私たちまだ全ての力を取り戻していない。やるぞ、あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。こいつ強えな。いつでもいいぞ。行くぞ。一刀流よし。シッソンソン。とうとう俺を本気にさせやがったな。すぐ行くぞ。うっさペガ。負けられねえよな、こんなところでよ。フランキー・キャノン。
そ、こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復帰。これで全員揃った。よかったな、ブルック。よほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。凍える剣、コツとご覧あれ。強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク、今がチャンスだ。モンスターポイント、お前を倒す三段はつけてきた。よっ、うっさーペガーパウンダー。さあ準備はよろしいですか。こいつ強えな。相手が強そうだから。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。北斗ハルメ。これで初めて戦うな。あ、この力、こうしここ根質力。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞお前ら。実際よくやってくれたぜ。例代わりになるかどうか、お前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その伝伝虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アリオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。
神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ本当に犯罪者になり下がるつもりか。今更かよ。世界政府の作った法に照らせば俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間いわれのない罪を背負い迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしてもお前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が開かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロロッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。つぎ込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの遺物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したら、このそうしたら、私本当のことを話してルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィを、もう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう、でもあなたは友達を失うのが怖いのね。うん、でもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった、とにかくアディオの家に戻ろう。大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし行くぞお前ら。リム、え、
海原を埋め尽くす大炎か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。